ブラックアダムデジタル配信ブルーレイ &DVD 飛ぶぞ強いぞいやありがとうございます。長州力です、久しぶりにこの映画の評論をさせていただけるということで、今日はよろしくお願いします。はい、この後たっぷり語っていただきます。よろしくお願いいたします。そして武藤さんもお願いいたします。はい、このブラックアダムというこの映画がいかに面白い映画かを語りにやってきました。先月までプロレスラー、今はただのおじさん武藤です。よろしくお願いします。お願いいたします。さあ皆さん、ここからはですね、フラッシュの撮影はご遠慮いただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。さあ早速ですが、先ほどの話もありましたが、武藤さんは先月の2月の21日にプロレスラーとしての引退試合を、華々しく終えられました。お疲れ様でございました。 ありがとうございます。今の心境などもよろしくお願いいたします。今の心境ですか、はい、意外と引退してからもちょっとこうやって慌ただしくてですね、はい、なんか目まぐるしくこうやって生活してます、うん、まあ、なるほど、新しい生活がと、はい、いうことですね。はい、長州さんもやはりね、まあ、初めの入門の時からずっとしておられまして、まあ、YouTube とかでも武藤さんの引退について、お話になっておられましたが、なんかねぎらいの一言なんかいただけますでしょうか。いやもう言いましたけど、まあ、何回も言うとちょっと図に乗るからなるほど、まあでもよく頑張りましたね。ああ確かにね、やはり素晴らしいお二人の関係性でございますが、さあ今回はですね、映画ブラックアダム主演のドウェイン・ジョンソンが憧れを抱いていたというヒーローの一人が実は他ならぬ武藤さんということでございます。そんな大げさに言わない。いやいや、これは事実だそうですよはい、なんかはい、これはお会いになったこともありますし、はい、まあ、この映画、はい、以前にもあの映画のソクラテスっていう映画かな、はいはいはい、それとあともう一個なんだっけかな、ジュマンジ、あ、ジュマンジっていう映画のこの、はい、やっぱりアンバサダーとか、ね、はい、したりとかして、あとなんかあの電話でも話もしたことあったりとか、ね、しますね。なるほどなるほど。まあ自慢じゃないけど。いやいや自慢していただければ。あとね、はい、本当は引退試合の相手としてね、オファーを一応オファーしてみたら、はい、あまりにもこれが高すぎて、折り合いがつかなかったです、ね、はい、ちなみにどれぐらいのふっかけをされた感じなんですかね。まあ、数十億これ長州さん、ファイトマネーとしてはなかなかないんじゃないですか。何十億っていう。いや、やっぱりすごいですね。やっぱハリウッドスターとしてのなんかリングに上がるということになるんですかね、これってね。わかんないですけどなるほどなるほど、はい、なんかお父様ね、ロックのお父様ともなんか対戦したりとかいう。はい、はい、ロックのお父さんってロッキー・ジョンソンって、はい、黒人のドロップキックがすごい、すごい2枚目なレスラーだって、はい、試合したことありますね。ただ長州さんなんておじいちゃんと試合してますから、ね、じゃあロックのおじいちゃんと試合してますから、もうさらにゆかりが深いということですね。はいはいはい、もう、はい、覚えてらっしゃいますか。それをさっき控え室で言うなって言ってるんだね、はい、なんで言うなんですか、せっかくいい話じゃないですか。おじいさん、おじいちゃんっていうのは血のつながりが全然分かってない。分かんないんですよ、家庭が多いから。対戦相手としてはね、いろいろイメージあるけども、実は親子だったとか、おじいちゃんだったとか。ピーター・メイビアが、はい、おじいちゃん、おじいちゃんに、うん、そう、おじいちゃん、ロッキー・ジョンソンが息子、ギリのね、ギリの息子だよ。それを控え室の中でも永遠30分以上は話してるなるほどなるほど、はい、それの息子がだからピーター・メイビアの、いや、これ30分で終わらないですね、このままやと。だから長州さんが、はい、ドウェン・ジョンソンがだから孫、長州さんが、はい、ピーター・メイビアだとすると、はい、慎太郎がロッキー・ジョンソンだよ。だから分かった、うん、でドウェイン・ジョンソンが、はい、お孫さんだよ、なるということでございますね。二、うん、人ともゆかりが深かったということで、はい、そうです ね僕はもう、うん、ピーター・メイビアの方は、はい、
やってますね。なるほどなるほど、ということでございまして、この作品にもですねゆかりの深いお二人でございますが、早速なんですがこのね、ブラックアダム、ご覧になっていただいて、では感想などをいただきたいと思います。まずは長州さんからお願いいたします。僕はあの子供の頃からなぜか知らないけれど、はい、まあ映画好きだったんですよね。みたいですね、はい、田舎で育っても、はい、あのずっとそれがずっと今まで、でもこのやっぱり子供たちが家族が増えていくと、はい、だんだんこう映画を見るっていう、このロードショーを見るっていうことがあんまりできなく、はい、時間がなくて、でも僕はなぜこんなに好きになったのかなっていうのは、やっぱり中学高校大学、はい、意外とあの実話に基づいた映画が好きなんですよ。まあ日本の映画でも、はい、うん、海外の映画でも実話に基づいて作ってる。そして今回のこの、はい、うん、この映画は、はい、うん、実話じゃない実話じゃないんじゃない、これは実話じゃないんだけど、原作アメリカンコミック、だから今からちょっと言おうとしたんだよはいはい、まだ聞きましょうね。何かな、なぜこんなに映画、はい、子供の頃からこんなに好きなのかなと思って、うん、まあ今回この仕事をいただいて、はい、まあこの映画を見ながら感じるの、やっぱりこれはSF っぽい映画であるけど、はいはい、やっぱりなんか映画っていうのはなんかその時代時代の好きになった、多分自分の好きになった映画はやっぱり見る人たち何がしかのメッセージっていうのはあるんですよね。何ちょっとこれ実話じゃないのにこの映画は好きなの？映画っていうのはそういうもんなの、なんかをメッセージが、メッセージを送ってるっていうことで、うん、だから今回のこれ、はい、あまりにも破壊がすごいから、うんうん、そして今回はあの、まあ、スーパーマンみたいなの出てますけど、はい、最後ね、はい、やっぱりこうアメリカの SF 的な映画っていうのはなんかこう次の世代にこういう不安具合に世の中はなっていくよっていう面白さの中にも、はい、ちゃんとメッセージっぽいのが、うん、入ってるっていうような感じで僕見たんですね、はい、多分だからこんなに映画が好きになって、うん、なるほど、ジャンルはあまり問わないんですけど、はい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 、そういう感覚で僕は今までずっと見てきたと思うんですよ、うん、はい、まあ、この映画もかなりいろんなメッセージを受け取ったということですね。これもやっぱり今の時代の世の中、はい、いろんなこうね、紛争とかだから確かにね、そういうなんかやっぱりメッセージなのかなっていう、うん、なるほど、次の時代は本当にこういう時代になっていくっていう、はい、なんかちょっとある意味怖いっていうなるほどね、未来を予見してるような感じの、そうですね、はい、そういう恐ろしさとね、そういうところも感じた。何がさっきからおかしくて思われる。そうですよ武藤さん、じゃあ今度は武藤さんにお聞きいたしましょう。今すげえ困ってたの。いえいえ、何をおっしゃいますか胸にジーンと来てて僕はもう言葉が出なかっただけですよ。そんなもんね。そうですよ、いやもう武藤さん、はい、もちろんあの単純明快、本当面白い映画なんだけど、はい、あのどうしてもね、先月まで俺現役のプロレスラーだったからさ、はい、このドウェイン・ジョンソンのこの肉付きとかね、あの、ね、うん、やっぱりこ、あ、俺もね、以前映画の主演したことあるからね、もちろん、はい、うん、ちょっとそういう比較で見たりもすると、はい、うん、こいつにはやっぱ勝てねえな、肉体の作り方とかね、はい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 、なんて思ったりもしますね、うん、なるほどね、うん、でもやっぱり今の時代のね、すごい技術も駆使してる映画でございますから、はいはい、武藤さんも今主演を張れば、はい、もうそれはすごい、俺もあの長州力張りに滑舌も悪いからさ、だからいやいや、そんなことないですそこを俺を出すな、ということでございまして、感想をいただきました、ありがとうございます。そしてですね、このブラックアダムはですね、アメリカではスーパーマンやバットマンでおなじみの DC ヒーローとして古くから知られておりまして、ドウェイン・ジョンソンはですね、子供の頃にコミックで読んでとても好きなキャラクターだったということで、このドウェイン・ジョンソンはこの映画で制作も担当しておりまして、映画の話を持ちかけられてからなんと10年以上かけて
完成に至ったという、まあ、そんな愛情が、はい、たっぷり詰まった作品なんですけども武藤さん、はい、それを聞いてこのドウェイン・ジョンソンさんの演技であったり、はい、そういうのはどういった感じにもう上から目線でいいんで、いやこれ、はい、制作いかかってんだったらさ、はい、ぜひさ、俺もプロレス引退したんだからさ、ぜひちょっと今度次の映画ぐらいに、ね、呼んでほしいですね。声かかってもいいですよ ね、うんうん、ヒーローとしていっぱいね、うん、ドウェイン・ジョンソンプロレスの必殺技、はい、ピープルズエルボーって、はい、あれ俺のパクリだからね。確かに、うん、まだロイヤリティもらってないんだから俺。なるほど、それを何かの形で返してもらうには、そう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 、次の映画で、はい、ねえ、はい、なるほどなるほど、ということでございまして、まあ、チョイスさん先ほどもね、あの映画が好きということでございますが、こういったヒーロー映画っていうものも結構見てたりもするんでしょうか。どの辺の映画が、あのドキュメンタリーも好きと言ってるんですか。僕ね、こういう SF 的なこう映画だったら、はい、あの以前、まあ、まあ当然スーパーマンとか、はい、昔のね、リチャード・ドナー監督の E.T. とか、アバターとか、最近のアバターで、はいはい、そういう映画、うん、意外ですね、なんかこうなんか長い映画とかもう長州さん途中でうわーとかなりそうな感じなんですけど、いや全然全然全然大丈夫ですか。もうおとなしいもんですよ本当に。もう見てられないみたいな感じになりそうですけど、じっくりと自分なりの、はい、うん、考えでもう見方で受け取り方、そうですね、こうやってじっと見てますよ。いやその姿ちょっと見てみたい気もしますがはい、ありがとうございます。さあ、そんなブラックアダムはですね、普通のヒーローとは違うアンチヒーローでございました。世の中を救うためにという大きな正義というわけではございません。はい、目の前の大切な人を守ろうとしたり、自分が正しいと思うことのために我が道を行くというスタンスでございまして、そのためにはあらゆるものを破壊するということを、なっちゃいまして、世界の平和を守るヒーローチーム JSA に敵とみなされてしまうわけでございます。はい、まあそんな感じで、まあヒーローとして出てくる相手ともこう戦ってみて、でまあ分かり合うみたいな部分もね、この映画ではちょっとあったりもするんですけども、実際にこのプロレスラーとしてお二方いろいろリング上で戦ってみて、で戦った相手に対してやっぱ戦い終えた後はリスペクトがあったりとか、そういったことはやっぱりあったんでしょうかね。僕ですか。はい、長寿さんでも、はい、ああそうですね、やっぱりこうリングの中に上がると、はい、やっぱりぶつかり合いますけど、はい、降りるとやっぱりお、うん、やっぱり会話もするし、はい、うん、やっぱ認めた相手にはそうですね、うん、あの常にこうそういうあれで、まあ、試合を組んで、やっぱりその気持ちもどっかにいないと、はい、うん、成立しないっていう世界でもあるし、はい、お互いにこう高め合うみたいな、そうですね、なるほど。武藤さんはどうでしょうか。いやもう戦い終わって、はい、ね、なんていうのかな、敬意を表せる相手と、はい、やっぱり戦ってより嫌いになる相手も、いますね、両方いますね。そうなんですね、俺のことかお前長州さんと試合するとね、はい、もうせっかちだからね、はい、もう全然間が合わなかったです、ね、リズムが合わない、はいはい、なるほど、はい、でちょっと嫌いになる、はい、まあそうですね、はい、なるほどなるほど、やっぱそういうことがあるんですね。戦ったものしかわからない、うん、そういう気持ちがあるということでございまして、さあ武藤さんにお聞きしたいんですが、悪いものに見えるけども人気を得てしまう、まあブラックアダム、そういった一面があるとは思うんですが、アンチヒーロー、まあ、プロレスでは悪役をヒールという呼び方をいたしますが、武藤さんはね、まあ化身といいますかね、グレートムタという一面もありまして、アメリカでヒールとして大人気でございました。まあこの正統派ではないアンチヒーローが人気を得る理由、何か感じるところありますでしょうか。理由ですか。はい、理由は分かんないけど、あおかげさまでアメリカの方でホール・オブ・ヘイムって殿堂入りしめまして、はい、おめでとうございます。いやすごいことですよね、はい、今月末からロサンゼルスの方に行ってきます、はい、早く質問に答えろよいいじゃないですかね言っておきたいですもんね。いや誰もがだけど、はい、このなんていうの、悪というかそういう心はみんなが、うん、みんな誰もが持ってるんじゃないですかね、うん、なるほどなるほど。ただそれを、はい、ね、俺たちはエンターテインメントであって、うん、それをうまく表現するという、はい、ところ
かな。なるほどなるほど、うん、やはりその見せ方がやっぱ重要だということですよね。そうですね、はい、はい、まあブラックアダムもやっぱその辺が実は魅力になってたりもするっていうところがね、はい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 、共通する部分だと思います。ありがとうございます。かっこいいよね。かっこいいよ。ロックスがもう、うんうん、かっこいいよね。確かにね、なんか本当にもうやりたい放題やってるんですけども、うん、ヒールには見えないっていうね。ねえ、そういった部分があるとは思います。さあ、そしてですね、この映画たくさんのヒーローももちろん先ほど言いましたが登場するところもたまらないところでございます。空の王者ホークマン、未来が見える魔術師ドクターフェイト、うん、巨大化する力を持つアトムスマッシャー、嵐を操る天才サイクロン、そしてマシンやガジェットもどれもかっこよくて DC ファンには、すごくですね話題になっておりまして、この辺もお楽しみいただければと思います。まあ、その中でですね、圧倒的な存在の、破壊神ブラックアダムですが、お二人もプロレス私生活通じましていろいろ破壊をしてきたと思うんですが、なんかこの場でちょっと披露できるようなすごいものを破壊したぞみたいなものはありましたら教えていただきたいなとも思うんですが、言える範囲でいいですよ。ああ、僕はもう、はい、やっぱりすごいもん壊してますね。え、ちょっと問題発言ですよ。いやいや、今幸せじゃないですか。いや、まあ、笑い事じゃないから家庭ではないと、はい、うん、僕はよくあの控え室の椅子をぶなげてましたね。はい、はい、それをもうよく映像でも見ましたし、ねえ、これはもう数々の椅子をね破壊してきたということでございます。武藤さんはいかがでしょうか。いや、もうね、39年間やって、はい、ね、あの膝二つ壊してるし、ご自身のね、はい、もう今はもうターミネーターのようにもう人工関節で、はいはい、うん、あとは昔ね、はい、あの UWF の時の、はい、あのね、対抗戦の、はい、あの熊本の旅館も1個破壊したし、有名なエピソードでございます、ね、はい、うんうん、あとは破壊じゃないけどね、はい、あのグレートムタ対長州力っていうのをね福岡でやったことあるんですよ、はい、国際センターで、はい、その時に破壊じゃないけどね、試合終わった後ね、消火器をね、はい、消火器を撒いたらね、もうね、消火器って、はい、あの周りの酸素をなくしちゃうんだよね。なんか息苦しくなりますね。ああ、もう呼吸困難でお互い死にそうになった。はい、危なかったですね。危なかったですよ。なんとか切り抜けましたけど。切り抜いて、はい、はい。その時に長州さんどういう感じだったんですかね。僕はね、それを覚えてないんです。はい、そんな歴史的な事件を。タイトルマッチだよ。そうですよ。本当覚えてない。その時なんか選手一人ん事故。いや、起きてないです。起きてない。それは無事でしたっけ、うん、はい、周りのリングサイドのお客さんもみんな、ね、な苦しそうでね、その中心にいた長州さんが覚えてないということなんですよ、うん、僕あんまりこいつの試合は覚えてない、はい、あらら、それは嬉しいことなんか悲しいことなんかね、悲しいことです、悲しいこと、悲しいことですよね、そうですよね。はい、と言いながら、まあ実はね、照れ隠しみたいな部分もあると思いますので、さあ、ということでございまして、いろんなエピソードをお聞きしてありがとうございます。さあ、そんなレジェンドの破壊神とも言えます、このお二人、実は今日はですね、破壊神ブラックアダムにちなみ、すごいマッチアップが組まれております。破壊神対決一本勝負でございまーす。さあ、ということでこちらにゴングもございましてですね、今からですね、長州力さん、そして武藤敬司さん、先輩後輩の間柄ではありますが、リング上での死闘を繰り広げた2人、俺こそが破壊神だというプライドをかけ、今から真剣勝負で戦っていただきます。さあ、2人にはですね、この勝負事前にお伝えしております。仕上がり具合はどうでしょうか。まずは長州さん、仕上がり具合、何をやるの。いや、もう大丈夫です。もう思うのままに戦っていただければと思います。武藤さんも大丈夫でしょうか。いきますね。あんまり、はい、あんまり気は乗んないですけどね。なるほどなるほど。ではですね、どんな対戦かをご紹介いたしましょう。長州力さん、武藤敬司さん、2人が雌雄を決する最後の戦いとなります。その対決の方法を発表いたします。相手の表情を崩した方が勝ちの顔面破壊神対決30秒一本勝負というわけで、その方法はなんとにらめっこでございます。
さあ、お二人お立ちになっていただいて、準備のほどよろしくお願いします。はい、どう判断するの？誰がどうやって判断するの？会場の皆さんも もちろん私もレフリーとして、はい、ちょっとこちらで見させていただこうかなと思っております。はい、ということで、30秒手を使ってもいいの？これ OK でございます。手を使って顔をいろいろいじくっていただいても結構でございます。まあね、お二方見つめ合うみたいなところがあると思いますが、皆さんのね、カメラもあると思いますので、少しちょっと正面を意識してにらめっこしていただければと思います。正面って彼と向かい合うってこと？いや、ちょっとカメラさんも意識して、しかもお互いに意識し合ってという、なんか笑う気ないもんな、もうね、あんまイメージないですね。はい、ではですね、少し逆の方向を見ていただいて、それぞれ顔を作っていただいて、合図と同時にやっていきましょう。それでは参りましょうか。破壊神対決30秒一本勝負スタート。おっと、先行攻撃は武藤圭司。しかしその間を外すように長州が独自の間でかなりの接近戦だ。長州さんの目が開いてない。おっと、耐える耐える、長州さんのキス顔に耐える。もう笑ってる笑っておりました。一撃でございました。というわけでございました。ありがとうございます。やっぱりこの辺も試合の駆け引きみたいなものが出ておりまして楽しかったですね。はい、最後にですね、ブラックアダムの凄さ一言ずつお二人からいただきたいと思います。長州さんからお願いいたします。僕はもうさっきちょっと長く喋りすぎたかなと思ってるんですけど、はい、やっぱりこの映画もやっぱりさ、最後にはやっぱり、はい、まあみんな受け取り方は別々でしょうけど、やっぱりこういうもう対策っていうのは何かこうメッセージを送って、なんか一人一人がどういう具合に感じてどう見るかっていうふうにもう感じましたね。うん、やっぱり平和が一番かなって。なるほどなるほど。素晴らしいメッセージが届いたようでございます。ありがとうございます。武藤さんもお願いいたします。はい、俺のプロレス同様、もう俺プロレスやめちゃったんだけどね、見てる人を元気にさせるようなね、映画ですので、ぜひ見て元気になってください。はい、はい、ありがとうございます。